おばんかだ。山形県高畑町で駆け出しバーテンダーをやっているバーマーの武田です。アシスタントの木村です。はい、ということでですね、本日は皆さんになんとご報告がございます。こちらの地元にあの、NCV っていう、放送局があるんですけれども、ケーブルテレビ局ですね。あ、ケーブルテレビ局があるんですけども、はい、であのそこが、主催している3分動画コンテストっていうあの、企画があるんですね、はい、なるほど、面白そうっすね、はい、でそれで、3分の動画をこう、作って投稿するみたいな、それで応募するんですけど、なるほど、はいはい、それにね、あのこのバーマーが、はい、調整していこうと思っております、はい、なるほど、はい、お応募するんですか、3分動画コンテスト。はい、ああなるほどね、応募しちゃいます。ああなるほど、素晴らしいですね、楽しみですね、はいはい、で、なんと、はい、で、なんと、はい、その動画をもう作っております。できたの？え？できたの？もうね、今この動画上がる時はもうできてますね。なるほど、完成したんですね、はい、もう完成してます。おめでとうございます。全然よくわかんないと思うんですけど ね、そうなんですよね3分動画コンテストっていうのがあって、はい、それに応募すると。はい、そうですね。そしてその動画がなんとできたと、はい、できちゃった。ああなるほど、もうあなるほど、なんでもうこれできちゃったよっていうのを発表する動画でございます。なるほど、はい、はい、じゃあ早速見ていきますか。はい、ということで本編に行かないんですけども行かないのかい。そう、ここは行かないんでですね、はい、この動画が、8時ぐらいにアップされてるんですよね、8時に多分上がってると思います、はい、で、これの1時間後、はいはい、今日の9時に9時ね、はいはい、皆さんお待ちかねの本編が急な報告で待ってねえけど、ね、あ、そっかそっか、9時に本編がアップされる、はい、その3分動画がね、はい、なるほど、楽しみですね。ぜひあのご覧ください。ぜひ ね、そっち、はい、見ないと、もうこの動画見た人はそっち見ないと損でしかないんで。そうですね。だからこのチャンネルの1時間後にアップされるんで、ぜひチェックお願いします。はい、よろしくお願いします。3分なんでぜひ協力お願いします。確かに確かに。実はそういうのを作ってで、はい、自分も一緒に作らせていただいたんですけど。そうなんですよ、さりげなく。そうそう。腰が挟んでたんですけど、うん、自分も一緒に作ってで、はい、で、もう一人ね、はい、先日このバーマーチャンネルに出演したんですけども、カメラマンの敦久くんっていう、はい、今年の一発目に出した年始のスペシャルゲストで出た、はいはい、敦久くんと、メインは3人で作ってたんですよね、はい、ですね、うん、はい、もちろんそのいろんな協力してくれるメンバーは、いたんですけども、いや本当に助かりましたね。助かりました、本当にもうそのみんな本当にいてくれたおかげでいい作品が、はいはい、できましたね。いや本当に本当一番楽しみにしてるのは多分僕でございます。確かにもうだから完成品多分一番見てるのもう早く早く俺だけでも30回ぐらい再生しようかな。ね、敦久くんが、そのメインでこう撮影をして、自分と、はい、武田が、メインキャストって感じで、ですね、うん、小芝居をしながら基本2人が出てくるんで、そうそうそう、はい、でその敦久くんって僕自分のバーマーのこのオープニングのあの動画を作ってくれた人なので、うんうん、もう間違いないんですよ。俺たちが作る動画なんかよりも全然もうねクオリティはもう、YouTube の上がってくる動画なんかと比べもない。そんな感じで、作ってて、でその基本そのバーマーチャンネルでアップされる動画なんで、はい、どうですね、そのバーマーをもちろんフューチャーした内容があって。はいね、なんか詳しくは言えないんですけど、いや本当なんか言いたいここまで1時間ぐらい見えるんで、ね、で、その、もちろんここでの撮影もありましたし、はいはいはい、そのバーマーがフューチャーされてると。で、うん、で、撮影はね、その敦久くんがやってると、はい、でもちろん自分もねアシスタントとして出てるんだけど、出てるんだけど、はい、アシスタントとしていつもこう出演させてもらってるんですけど、はい、実はそのシンガーソングライターとしていやー、はいはい、そうなんですよ、活動もやったりとか、そのいろいろ、その動画編集とかもこう担当させてもらったりしてるんですけど、はい、俺の良さ全く出ないってなってね、途中からその3分っていうのこの尺の短さが難しいよね。そうだからなんか俺もなんか活躍したいなって思っちゃって、本当申し訳ないですけど、いやいやいや全然3人でこうどんな動画にするかっていうのを練ってる途中に、はい、俺テーマソング作ったら面白いんじゃないって、ねなったんだよね、なって、作ったんですよ。
おお、ね、うん、作ったんですよ。そうそうそう、監督がまあその厚久くんなんで、そうですね、もう俺らはキャストそう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 、でそのまあ曲を作ってこんなんどうですかって、もう俺ら自信満々にやったわけですよね。そうね、で、うん、自分で作ったんだもんね。そうそうそう、作詞作曲、そうね、でそのアレンジも、うん、自分でやって、でやったんですけど、はい、まあ、ものの見事に、いや、ちょっとこれは、いや、全然非難されたわけじゃないですけど、これもうちょっとこう動画のコンセプトに寄せた方がいいんじゃないかみたいなアドバイスいただいて、まあ、まあ、結果ね、はいはいはい、ボツって言ってた。で、なんと、もう一曲作ったから。いや、本当にすごいよね。だってさ、俺も活躍したかったもん。だって、まあはね、かっこよく撮ってくれてんの、やっぱ。はい、ね、もしかもバーマーでね、そう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 、やってる感じもあるから、そうそう、完全にもうバーマーの見どころいっぱいあって、でも、もう俺も活躍したいってなって、もう一曲作った。もう本当にすごい、もう、ね、なんか本当1週間くらいの間で2曲作って、うん、あのチームのグループ、 LINE のグループがあって、うん、それであのボツにされてるのも俺は見てるし、あのそれで作るわって言ってるあの木村くんも見てるんで、そうそうそう、ね、やべえやべえ頑張ってんなってなってる。そうなんですよね。まあアシスタントとしてもちょっと活躍したいなってなって、で、はいはい、もう一曲作って、そしてさすがにそれはね、あのいいですねってなって、ね、うん、そう、出来上がった2曲目ね、そうそう、なって、よっしゃ活躍できるって思って、その試作品ができたんですね、はい、本日、あ、そう、ね、こんな感じで作ってみたいなね、そうそうそう、淳久からこんな感じでできましたよっていうのが、うん、来た時に、あの俺の曲が全く入ってないってこういうのにね、2曲目も作ったのにそうそうそう、俺超空回りじゃんみたいな、うん、なんかね、あの、まあ、淳久のイメージではね、もともと多分入れる予定はなかったのかなっていうところで、うん、まあ多分ね、うん、まあそういうことがあって実は、ね、でただの暇つぶしと一緒だから、ね、そう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 、超空回りしてる、ね、まあ、そういうことがあって、自分あのメイキングムービーっていうのを、うん、おー、一緒に作らせていただいたんですよ今回、はい、だから本編は3分の動画があるんですけども、はい、そのまあ、手伝ってくれたサポートメンバーにそのメイキング風景っていうのもずっと撮ってもらっててね、その撮影の間ずっと、はい、撮影してる人を撮影してもらう、うん、で、それを使ってそのメイキングムービーっていうのもめちゃめちゃ頑張って私編集したんで、はい、で、そこに2曲詰め込むっていう、もういや俺はあの本編の動画をね、あのみんな作っている間にメイキングムービーを必死に作るみたいな、ね、もう自分で自分の作ってもうね、そうそうそう、輝く場所を作っちゃったんで、もう活躍したいっていう空回りでできたメイキングムービーもその1時間後に、同時公開いたします。いやもうこれすごいよね。いやありがとうございます。本当に3分動画コンテストなんですけど、はいはい、もう正直メイキングムービーあの詰め込みすぎて10、うん、何分とかなって、ね、いや、ね、全然応募できないんですけど、あのそちらもぜひね見て、一緒に見ていただければ、いやマジで見たくなると思います。もうなんか、はい、ね、楽しみにしてみてください。あ、そうですね、本当に楽しみにしていただけたらと思います。本当本編見たらメイキング見たいし、メイキング見たら本編みたいな、こうこうなっちゃうと思います。あ、だとありがたいですね。無限ループです、はい、だから本当に自分の作った2曲もフルで入ってますんで、はい、もうたまんない。でもありがとうございます。たまんない。なんでぜひよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、で、はいはい、そちらの3分動画コンテストなんですけども、はい、まあ、グランプリとかっていうのがあって、あー、そうですよね、うん、まあ、準グランプリ、うん、準グランプリ、あとはなんか、まあ、優秀賞みたいなのがあるんですけど、うん、その要は順位が決まるんですよ。そうなんだよね、うん、で1位があるので、もちろん1位を狙って、いやもうそこだけ、うん、本当に作ったんですよ、はい、でその、選ぶ、まあ、審査方法っていうのが、はいはいはい、NCV さんであの多分特設サイトみたいなのを作って、要はその応募された動画の中からそのウェブ投票みたいなのを、あ、はい、あ、そっか、投票もあるんで、そうそう、やるみたいなんですよ。でその中で優秀だったやつ、要はその投票数が多かったやつの中から審査員が、はい、一応決めるみたいな、なるほど、システムらしいんですよ。はいはいはい。まだね、あの投票期間がまだ先なんで、そうですね、うん、あの先になるんですけども、もしその投票の方をね、はい、あの皆さんに
ご協力いやマジで本当にお願いしますいただきたいなと、はい、思いますんでよろしくお願いします、はい、あの清き一票バーマニーよろしくお願いいたしますそちらの詳細はですねまた後日お知らせするかと思うんですけどもはいはいまあ、多分あれですよねあの NCV 側からも出ると思うんですけど、うんうん、上がったら俺らもあの そ, う、ね、そこをあの、はい、プッシュするようなぜひ あなたの一票が私たちのグランプリになりますんで、はい、よかったらお願いしますお願いしますもうぜひ結果とかもあの YouTube で報告できるですよねぜひあの1位って報告させていただければと思います。いや本当にそうっすね。はい、ね。せっかく作ったんでね。これで賞にもうあの引っかかんないとかになったら、ね、それはそれで最高の動画になるけど。もうこの動画ごと全部消すかもしれない。ね、でもアカウント勝手にバンするかもしれない。っていうことで、はいまあ、その動画作った、まあ、ちょっと感想をバーマンさんに聞いていきたいと思うんですけど。あ、はい、どうでしたその撮影してみて。撮影してみて。はい、まあでもあの冬っていうのもあってやっぱ寒くて、うん、そういうので大変だったんですけどまあねちょっと屋外の撮影もちょっとねちょっとあったんで、はいはい、やっぱ衣装を着るじゃないかそうね、うんうん、ただやっぱでもあのまとめると楽しい、うん、とりあえず楽しかったですね、うん、ね、はい、本当にあんまりそういう機会がないっていうかですね、うん、まあいつもこんな部屋でさあのダベってるだけだから本格的に淳也くんが考えたその脚本みたいなストーリーを、はいはいはい自分たちがこう演技をするんでね演じを演じていくっていうちょっと新たな試みをさせていただいてねで芸能界いけんじゃねえかっていう顔もね問題でだから新鮮な結構撮影だったっすよねそうですね、うん、あと結構そのみんなでやるっていいなーってあー確かに本当にそれは俺も一番思ったかも、うんね、あいつもはまあ2人でまあここはもうチームって言ったらチームなんだけど、うん、関わる人がやっぱ何人かいてね、うん、やっぱそのみんなで作った感があっていや本当に、うん、誰が一人かけたら多分絶対できなかったような本当にそうだから今楽しかったねそれもいやめっちゃ楽しい、うん、そう、うん、本当にみんな素晴らしいメンバーが集まって、本当にありがとうございましたいや本当にありがとうございましたご協力いただき、うん、いや本当に本当にそれではですね皆さんあと1時間後の9時に、うん、はいこのお楽しみのこの3分動画バーマーの3分動画公開されますので、はい、ぜひ皆さん本編を見てみてください、はい、ぜひお楽しみに、はいはい、メイキングムービーもねあそうだね一緒にダブル公開しますので、はい、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画がいいなと思った方はいいねボタン、そして9時にどっちも日本見ちゃうよっていう方もいいねボタン、そしてバーマーさん絶対1位取れるよと思う方もいいねボタンよろしくお願いします。そしてもっと応援したい方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。いろんなねウイスキーの動画であったりとか僕のジェムソンのね大好きなジェムソンの楽しみ方であったりとかあとはこういった活動の報告とかいろんな楽しい動画いっぱい作っていきますのでよろしくお願いします。そして一番の特典はこのバーマーの僕に毎日会えちゃいます。はい SNS もやっておりますのでぜひバーマーと検索してみてください。それではありがとうございました。おしょーしなー See you。はい、はい、ということで今回はですねまあ今あのバーマーがですねちょっとある、まあ、チームでというかねバーマーがちょっとあるこうおいおい早くやや